P の巨人たち。この作品はペルソナ4主人公専用のペルソナとして描かれたイザナギの決定校である。男らしさをイメージしてこのような姿が採用された。この作品はペルソナ4主人公専用の転生ペルソナとして描かれたイザナギ狼の決定校である。イザナギより一回り成長した大人らしさと強さをイメージしてこのような姿が採用された。この作品は花村陽介専用のペルソナとして描かれたジライアの決定校である。陽介自身が想像するであろうヒーロー像をイメージしてデザインされている。この作品は花村陽介専用の転生ペルソナとして描かれたスサノオの決定校である。陽介自身が想像するであろう嵐を司るペルソナをイメージしてデザインされている。この作品は里中千恵専用のペルソナとして描かれた巴の決定校である。千恵が愛する格闘家をイメージしてデザインされている。この作品は天城由紀子専用のペルソナとして描かれた木の花咲夜の決定校である。ペルソナ4主人公の専用ペルソナであるイザナギと対をなすように女性らしさを取り入れてデザインされていることがわかる。この作品は天城由紀子専用の転生ペルソナとして描かれたアマテラスの決定校である。太陽神をイメージして内側からあふれる光でボディーラインがにじむように意図されていることがわかる。この作品は辰巳寛治専用のペルソナとして描かれた武三日月の決定校である。寛治自身が好むであろうデザインと雷のイメージからこのような姿が採用された。この作品は久慈川理世専用のペルソナとして描かれた卑弥呼の決定校である。魏志倭人伝などの史書に記された倭国の女王卑弥呼のイメージをもとに彼女の使う呪術をアンテナとしてデザインに取り入れていることがわかる。この作品は熊専用のペルソナとして描かれた金時童子の決定校である。童話金太郎の主人公である金太郎の持つマサカリを名称の由来とかけてミサイルに置き換えていることがわかる。この作品は熊専用の転生ペルソナとして描かれたカムイの決定校である。熊の神をイメージしてこのようなデザインが採用された。この作品は白金直人専用のペルソナとして描かれた少な彦名の決定校である。レトロ感を持つアニメの少年キャラクターをイメージしてこのような姿が採用された。この作品は白金直人専用の転生ペルソナとして描かれた大和健の決定校である。断層の霊人である直人のイメージからこのような姿が採用された。